皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート188やっていきましょう。今回は化石の発掘作業をやっていきたいと思います。そう、前回の動画でめちゃくちゃレアな化石を見つけることができたので、今回は周りの石を掘ってどんな形なのか見ていきたいと思います。なんか前回のコメント欄で教えてもらったんですけど、化石の種類は大きく分けて2種類あるみたいです。一つは体の化石で、もう一つは顔の化石ですね。今回どっちの化石なのかまだ分かりませんが、個人的には顔がいいな。顔だったら単体で飾れそうですよね。待てよ、間違って骨ブロックを掘らないように気をつけていきましょう。効率5がついているネザライトのツルハシですので、間違って掘ってしまう可能性が非常に高いです。そしてどれぐらいの大きさなんでしょうか。ここは掘りすぎか。あんまり大きく掘る必要もありませんので、慎重に行きたいと思います。松明で明かりを灯しながら、待てよ、この丸石は掘っちゃっていいんですよね。そう、前回の動画でこれも教えてもらったんですけど、この石炭鉱石、これは化石の一部みたいですので掘っちゃダメですよと非常に注意されました。石炭鉱石だけは掘らないように気をつけていきましょう。待てよ、中が空洞になってる。落ち着け落ち着け。中に一旦入りたいですが、この戦力岩がややこしいな。真っ白なんでちょっと怖いですね。中空洞になってるぞ。中まだ入れないか。もうちょっと掘る必要がありそうですね。はい、タイマー松を立ててガンガン掘っていきましょう。これさ、綺麗に掘れたら次回博物館みたいに飾りたくない？化石持ち、あ、待てよ、これさ、鉄は掘っていいの？うわ、怖いな。一旦やめておこうか。鉄も残しておきたいと思います。石炭鉱石は掘っちゃダメって聞いたんですけど、鉄は聞いてないぞ。掘っちゃってもいいんじゃない？いやでもちょっと怖いからやめておきましょう。そう、今回綺麗に掘れたら次回地上に持って行って、うわーびっくりした。次回地上に持って行って博物館を作りたいと思います。ですので、そのためにもしっかり形状を残して掘っていきましょう。待て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 、こっち側が、うわ、洞窟の続きになっていますね。洞窟の途中に生成されたという感じなんでしょうか。まだ顔なのか体なのか全然わかんないぞ。さっきのところまで連結させたいですが、これちゃんと形になってる？生成おかしくなってさ、形になってないとかそういうオチはやめてくださいよ。こっち側、マジでわかんないんだけど、これ顔？体？顔っぽくない？なんかパッと見。でもどんな顔になってるんだ？それはわかりませんが、ここまでじゃあ綺麗に掘って、もうちょい下まで掘れるっぽいな。下もじゃあガンガン掘っていきましょう。そう、間違えたけど、これいいよね。鉄鉱石はいいと見た。ちょっと MK さん独断のあれになってしまいますが、鉄鉱石はいいと見ました。はい。なんだこれ、どっち？体？顔？パッと見顔だけど、でもどこが目でどこが口なのかはまだわかりません。ちょっと前にね、化石っていうか恐竜のマーケットプレイスやったじゃないですか。あの時は結構綺麗なね、でかい化石が見つかったんですが、今回はあれほどでかくはありませんね。上の方もしっかり掘っていき、危ないよ。上の方もしっかり掘っていきましょう。そう、マーケットプレイスガンガンやっておりますので、サバイバルしか見てないというそこのあなたは、ぜひマーケットプレイスの方もご覧ください。最近はあれですね、ホラーやっております。まあホラーといってもね、脱出ゲームメインなのであんまり怖くないホラーなんですが、ホラーが苦手という方はぜひ見てみてください。そんな怖くないよ。大丈夫、 MK さんもビビりながらやっているので面白く見れると思います。まだ下まで行ける？これちょっと怪しくない？待てよ、これあんまり掘ると怖いんだよな。ここまでか？ん？ん？もうちょい下？もうちょい下まで行けそう。よし、ガンガン掘っていきましょう。昔さ、DS でさ、化石掘りだっていうゲームあったんだけど覚えてる？覚えてないよね。MK さんあれちょっとやってました。
どこだったっけな、コナミだったっけ、ナムコだったっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの化石ホリダーっていうゲーム面白かった記憶があります。面白かったって言っても、あの別に MK さん友達いなかったんで一人でずっとやっていたんですが、まあいいか、その話はいいですね。ちょっと世代がバレてしまうので。世代がバレてしまうって、別に MK さん何も隠していないんですけども、待てよ、ここまで掘れたらそろそろ全貌が見えてきそうじゃない？顔か？なんか声が聞こえる。何の声今？なんか今村人っぽい声しなかった？ MK さんの気のせい？待てよ、ここ緊張、ああ間違えた。間違えたけど、これはこうだったよね、合ってるよね。もうしっかりしてくれ MK さん。ちょっと待って、化石掘りだとか言ってる場合じゃないわ。ここ掘って、こう掘って、待てよ、一旦中に入りたいな。中に入って中の石を取り除いていきましょう。石炭鉱石は壊さないように気をつけてくださいね。危ないよ、ほら今も掘りそうになってたよ。こうしてこうして、鉄はいいや、鉄鉱石は壊していいんでしょう。もう全貌見えてない？もう見えてるけど分からんぞ、顔なのかどうなのかは。もう見えてない？ちょっと待って、もうちょい奥まで掘ろうか。 MK さん、あの見えないわ。これ顔？体？顔っぽいけどね。はい、この辺もガン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 掘っていきましょう。なんかやっぱ村人の声聞こえるよね、さっきから。あ、行商人か、行商人の声が聞こえる。 MK さんがここであの掘り進めすぎて湧いたんでしょうか、それともあの地上が結構近いので地上の行商人の声が聞こえているんでしょうか。なんか行商人ってあんまり役に立つイメージがないんですけど、どうなんでしょう。MK さん、あんまり今までさ行商人に頼ってきたことないんですが、なんかレアなものとか交換してもらえるんでしょうか。あの詳しい方いたら教えてください。なんかあれだよね、行商人じゃないと手に入らないアイテムとかってないよね。ないんだったら別によくね。あのなんか今後行商人の会もじゃあ作りましょうか。あのどういう感じで交易すれば効率がいいのか、ぜひ詳しい方教えてください。ということで、そろそろ全貌が見えてきてるぞ。待て、そこまで掘れば奥の方から見えるはず。ガンガン掘っていきましょう。松明くださいな。な、はい、ちょっとじゃあ見ますよ。はい、あ、顔だ、顔だよねこれ、ほら顔に見えるんじゃない。ここが目でここが口、どう、あれ逆、こっち側、いや違うな、こっち側ではないな。あ、なんかちょっと欠損しちゃってるね。ここは復元しましょう、あの博物館にするときは。ちょっと一応念のためもう一段下まで掘ってみましょう。そこで何もなければ、あのここが顎というか顔の下で合ってると思います。合ってるよね。ちょっと怪しいか。はい、この辺まで掘っていきまして、もう一段下まであるっぽい。あたたたたたたた、あ、まあいいや、ここまで掘るか。ここまで掘った方が確実でしょう。ちょっと離れて化石があるとかそういうのはないよね。それは MK さん考慮してないんだが。そう、 MK さんも今さあんまりあの頭冴えてないんだよな、起きたばっかり。あの今午前4時でございます、はい。2021年2月11日の、朝の4時でございます。でこの後ね、あの MK さんは今日映画を見てきます、はい。あの今日からね、あの名探偵コナンのヒーローの不在証明というあの何の話をしているんだ、あのテレビシリーズの総集編ですね、が公開になりますので、それを見ていきたいと思います。まあそんな話はどうでもいいとして、あれ合ってるよね、ここの下もう何もないよね。そこが何もなければ MK さんは発掘作業完了ということで、今回のミッション終わりなんですが、はいはい、ほいほい、あ、ないっぽい。戦力岩が怖いわ。戦力岩は壊していいけど化石は壊しちゃダメなんですね。はい、ここガンガン掘っていきまして、松明、あーだ違う。松明つけて明るくして、お、なんもないな。よし、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、最後この辺りをガンガン掘ったら発掘作業完了としまーしょい。オッケー、あれ拾えてない、ちょっと待って、拾いたい。砂はいらないけど戦力岩は拾っておきたい。あれ拾えてない、ちょっと待って、そこの下が絶妙に拾えないという現象が起こってるんですが、革の服とかいらないね。よし、オッケー、
とりあえずこれで、発掘作業は完了し、ちょっと足元汚いな、もうそこ回収しに行くか。足元が汚いので回収しに行く、でここ埋めると、はい、オッケー、発掘作業完了しました。なんとか恐竜っていうか、なんか神話の生物らしいですよ。神話の生物の顔発掘できました。いかがでしょうか、よくない？よーし、じゃあ次回はこれを壊しちゃって、いやどうしよう、いやでもここにさ台座とか作ってさ綺麗に博物館にしてもさ結局見に来ないよね。だからもう家の方まで持って帰っちゃおう。よーし、じゃあ次回はこれをちょっと形を覚えながら掘って、家の方で再現したいと思います。次回はじゃあ博物館作り頑張っていきましょう。何かコツとかあったら皆さんコメント欄で教えてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。